皆さんこんにちは。阿蘇医療センターだより第2回は、診療体制や外来受付、受診までの流れ、また24時間体制の救急診療などについて甲斐院長にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずどのような診療体制か教えていただけますか。はい、当院は2014年の8月6日に阿蘇医療センターとして新築移転しました。ちょうど今2年を迎えたところです。移転当初は医師が非常に少なくて、実際には4名だったんですけれども、病院が新しくなったのに、ドクターがいないということで、それではもうどうしようもないという、ご批判をたくさんいただきました。はい、でこの2年間で医師確保を重点的に行ってまいりまして、2014年の11月に循環器のドクターが1名、から2015年の4月に内科医2名、消化器外科1名、神経内科1名、合計4名のドクターが増えました。さらに今年の7月から内科のドクターが1名増えて、現在常勤医が10名体制になっています。それでは外来などですね、どういった診療体制、また詳しく教えていただいていいですか。当院は一般外来と特殊外来というのがあります。一般外来は内科や循環器内科、外科、脳神経外科、神経内科、小児科があります。特殊外来では、熊本大学医学部附属病院をはじめ多くの専門のドクターたちを招聘して診療を行っています。詳しくは当院のホームページ、もしくは阿蘇医療センターだよりなどをご参照いただければと思います。それではですね、初めてこの医療センター受診する方、まずどういったところから手続き始めればいいですか。受付にあります診療申込書に必要事項を記入してください。そして受付窓口に保険証と一緒に申込書を提出してください。さらに、最近は事前予約も可能になっていますので、病院の代表電話にお電話をいただいて、予約センターにご連絡をしていただければ幸いです。こちらは24時間体制の救急医療が整っていると伺いましたが、はい、当院はこの新しく新築した時にヘリポートを有する、救急告示病院として24時間365日いつでも急患の患者さんを受け入れる体制を整えています。救急車や、ドクターヘリ搬送の依頼があった時にも、救急車からホットラインを当直医が受ける体制が整っています。さらに急性期の脳梗塞に対する血栓溶解剤といいまして、TPA という薬なんですが、それを点滴治療することも可能ですし、心筋梗塞に対するカテーテル治療も可能になりました。さらに、2016年の4月からは平日のみですが、日中ならず夜間でも、カテーテルの治療が対応となっています。時間外や休日に患者さんが来院されたときは、病院の敷地内に夜間・時間外受付の案内が、ありますので、それに従って、救急外来の方にお越しいただければと思います。さて、阿蘇医療センター今年の8月で会員2年目を迎えましたが、記念行事も行われたそうですが、その時はどんな様子だったんでしょうか。今年の8月6日がちょうどオープンして2年目になります。その時、病院の、いろんな、企画をやりました。一つは病院職員による院内研究発表会っていうのをやりました。17名の職員が、各専門職の立場に立って発表していただきました。で、優秀者3名は、今年の10月に行われる熊本県国保地域医療学会で発表してもらう予定です。さらに午後からは市民公開講座を開催しました。熊本地震に関する報告を、当院の病院長相談役の赤塚義一氏と、阿蘇保健所長の服部清子先生に講演をしていただきました。さらにその後引き続いて健康フェスタと銘打って、当院職員による住民の方々へのさまざまな健康アドバイスを行いました。多くの方においでいただきましたし、熱心に説明を聞いていただきました。今後も、健康維持や疾病予防に関して病院から発信できるいろんな取り組みを行っていきたいと思います。また予告ですが、今年の11月27日、日曜日に
第2回、クリスマスコンサートを病院の受付のロビーで開催する予定です。はい、熊本ユースシンフォニーオーケストラのメンバーが多数おいでいただいて、ボランティアで演奏をしていただく予定になっています。はい、これからいろんな展望があると思いますが、はい、3年目、5年目、10年目に向けた今後の展開はどのようにお考えですか？はい、一つお知らせしたいことがあります。うん、それはやっぱり熊本地震が、はい、起こった後、この阿蘇地区は国道57号線、それから豊肥本線が崩落して、はい、交通インフラが遮断されたままでいます。で、今後も復旧するまでにやっぱり数年の期間が要すると言われていますので、この間阿蘇の医療をいかに維持していくかが非常に大事だと考えています。で、今まで熊本市内の専門病院に通院をしなければならなかったような患者さん、はい、つまりどういう疾患が含まれるかといいますと、神経難病を含む、まあ、難病指定の患者さんであったり、はい、小児の特殊外来であったり、リウマチを持っておられる患者さんや重症の糖尿病、さらに通院の化学療法を受けないといけないようながん患者さんなどが、はい、今まで熊本市内に行けてた患者さんたちがこの交通インフラの遮断で行けなくなっていますので、当阿蘇医療センターに各領域の専門医をやはり招聘して、月に1回もしくは月に2回程度の特殊外来を今診療をし始めました。詳しくは病院のホームページをご覧いただければと思います。今回の阿蘇医療センターだより第2回は、診療体制や外来受付、また今後の展望などについて甲斐院長にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。